もさ、今欲しいのはさ、アニコブのオリジナル絵本、即興絵本なんだけどさ、ここでお話してくれる2人だ。即興絵本、あ、うん、あーいいっすよ。なるほど、わかりました、わかりました。いいです、お願いします。仕方ないですね。どのやつがいいですか。あの、じゃあ、情波球わかりました、わかりました。砂漠の悪いやつを、あー、それかな、アニコブが退治する話、確かに確かに、しましょう。それは大事だね。お願いします。あれ感動するからね、本当に。アニコブ劇場スタート。昔々あるところに兄貴と子分がいました。いやーマジあれだな、なんか雪山の平和ってマジで最高だよな。日々楽しいね。兄貴助けてー。いや、おい、どうしたどうした、お前な、何やったん、何やったん。砂漠のやつらが僕をいじめるんだよ。あいつらそんなことするやつだったんか。あんま絡んだことないけど。イブラヒムと鏡隼人って言うんだよ。よーい、階段、僕の上に爆弾を仕掛けるんだ。あー、奴らが来たよ、兄貴。殺すぞ、階段。おい、お前、調子の何の雪山で。やっちまうぜ、俺、痛いか。ベシベシ。痛い、兄貴。おい、やめろよ、砂漠。なんでそんなことするんだよ。雪山が何したって言うんだ、砂漠。理由なんてねえよ。俺たちはお前からから奪うだけだよ。ジルジルペロペロリ。うおー、バン、バン、バーン。くわ、もう、あ、何すんだよ。おら、おら、あ、うわ、兄貴、痛い、違う。でも、雪山にはいい人がたくさんいるんだ。仲間がいれば、きっとそんな悪い砂漠にも勝てる。力を貸してくれ、みんな。うわ、うわ、うわ、今が来たよ。この雪山の元気で、死ね。うわぁ、おのれ、雪山の者ども、許さない。バこうして、こうして、こ、あ、止めた、いいよ。あと、出て、こうして、雪山に平和が訪れた。いや、雪山、やっぱまずは、カイダフは、本ひまが戦ったおかげなんやな。いやーすげえ、ガチですげえ。今も戦ったんだけど。いや、もう作品に入ってたね、今完全に。うん、もうゲスト出演、これは1億分の1のサービスで特別にゲスト出演していただきました。やったー。いやー、よかったよかったよかった。え、めっちゃよかった。なんかヒーローで応援したくなった。頑張れ雪山、頑張れって思った。あー、嬉しいな。よかった。うん、